動物菜園クラブエファーム、こちら F の実習区画ですね。先週種まきした大根ですね、発芽してきてるのが寒冷舎越しに確認できる状況ですね。こちらまあUR 東鳩ヶ谷のですね、年末の餅つき大会で使う辛み大根用の辛み餅用の大根になりますけれど、まあ無事に発芽してきてくれたんで、特にこの間雨降ったりもしたんですけど、種が流れることもなくですね、無事に育ってきてくれてるみたいなんで、ちょっと安心してるっていうようなところですね。こちら、新理想ですね、日本の漬物用の白菜と、これはキムさん75っていうですね、韓国のキムチ用の白菜ですね。どっちも無事に発芽してきてますね。キムさん75の方が1週間ぐらい遅いんですかね、種まきしたのが。こちらも無事に発芽してきてくれてますね。こちらがこれ春菊ですね、発芽した後順調に育ってきてるかなっていうふうに思います。これ春菊か、春菊のこれ本葉が出てきてますね。そうですね、あとこっちがこっちは大根か、あとこれがチンゲン菜かな。こちらも順調に育ってきてるんじゃないかなというふうに思います。